共有かけます。かかってますかね。はい、初級ステージということで、受験マトリックスを利用した、授業説明をさせていただきます。簡単な自己紹介ですけど、有名かどうかは分かりませんが、宮崎県で初めて多分使ったであろうと思われます。で実は昨日、事例発表というところで、2つ事例を発表させていただきました。こちらですね。で、これについて資料が欲しいということがありましたので、本日、そうですね、資料箱の方に、昨日までの、資料っていうのを、準備しておりますので、こちらの資料になりますが、また、ロイロの方から取り出していただければと思います。本日は、この受験マトリックスということについてやっていこうと思うんですけども、まず大前提としてですね、三股中学校なんですけれども、公立中学校ならではですが、自宅にタブレットが持ち帰れないというような制約があります。その中で、どうしてもタブレットはツールの一つだということと、ノートの一部分、まあ、思考の可視化をするためのもの、まあ、文房具のような扱いで、ロイロノートの方を扱っております。したがって50分の授業の中で、10分程度しか使わない、ような形になっております。はい。で、早速入りたいんですが、まず事前にですね、指導主事の先生方から、ちょっと今日市販のプリントが出てくるんですけども、全員が同じものを購入していればクラウドに上げててもいいんじゃないかというふうに意見をもらっているんですが、この資料も全部、入れておりますので再利用される際には、ご自身の学校で使われる場合にお気をつけください。では、いきます。本日の流れのプロット図になります。まず導入のところでドラゴン桜を、冒頭出しているんですけども、こちら今年ドラマで流行りましたので、知らない人とか、まあ、先生方もあんまりいないんじゃないかなと思うんですけども、その中で、受験マトリックスというものが、コミック上はですね、コミックというか、まあ、漫画上では出ておりました。受験マトリックスの、目的です。自分の模試の結果を分析し、本当の意味での得意苦手を知るための、まあ、ツールとして利用するというようなものです。すごく簡単なんですけども、実際に、作り方、使い方を簡単に説明します。作り方として、付箋を使ってですね、各項目書き出して、受験マトリックス、先ほどの表に貼っていくということだけです。できた、できなかったと得意、苦手の判断が、曖昧な生徒もいますので、もう得意、苦手の分類だけでも OK というふうになっております。こちらの、ホームページのこれですね、ここを覗いてもらえると、分かるんですけども、その中にこう漫画でこんな感じで全部紹介されております。まあ、著作権のこともあるんですが、まあ、ちょっとここでは割愛させていただきます。で、実際にそれをヒントにしてですね、先ほどの得意、苦手というところだけでも分類できるといいのではないかということで、次のような授業を考えてみました。こちらは中学校3年生の実力テスト、いわゆる業者のテストですね。それに向けて、対策を行おうというような授業です。これがその実力テストの範囲表になるんですけども、この一つ一つをですね、カードで起こして、それをここの分からない苦手、分かる得意というふうに右か左かにこう分けていくというような作業を、一人一人生徒にやってもらいました。一度やってもらったのがこういった生徒が考えたものですね。中央にあるのは多分どっちつかずの内容なのかなというふうに思うんですけども、このような形で、まあ自分の自己分析を行ってもらいました。するとですね、なかなかこれもいいかなと思ったんですけど、生徒の方から、文章だけでは何の問題のことかわからないというような意見が出てきました。確かにですね、数学に特化した先生方
であれば、まあ、この文章を読んだだけで大体どういう問題かっていうのは分かるかなと思うんですけど、特に苦手な生徒ほど、よく分からないということで、ちょっと改善したものがこちらになります。初級編ということなので、ちょっとこのプラスがついてるんですが、このプラスを押すとですね、後ろにカードがもう1枚ついておりまして、これで言いますと、平行線と角というところの、内容ですね、これを見て、あ、分かる分からないというところで、右か左かにこう分類してもらうという、ことを考えております。せっかくですので、ここだけでもちょっと先生方に体験していただければなと思いますので、今から、先ほどのこれですね、こちらを、先生方にお送りしますので、もう簡単でにで構いません。右か左かにこう分けて、自分なりの回答、分析をしてもらえればなと思います。少しお時間取りますので、実際に試してみてください。時間が限られておりますので、すべてをやると多分時間がないかなと思いますので、大雑把で構いません。一応提出箱というのを準備しましたので、そちらの方に投げていただければなというふうに思います。ありがとうございます。では、ちょっと時間が来ておりますので、簡単にこの後の流れを説明させていただきます。本校では、e ライブラリーというのを導入しておりますので、それを使ってドリル演習を特にこの左側の部分を中心にやるというようなことも考えております。実際のこれ動画があるんですけど、また、各自でご覧ください。もし e ライブラリーができなくても、こう問題集を使ってですね、その特化したところをやるというふうにする方法もあるかなと思います。これ見比べた実際にですね、生徒が最初に分類したもの、その後対策後分類し直したものになります。左から右に少し映っているのが分かるかなと思います。一応これをすることで、つまずきのポイントの可視化ができるというところで、まあ、生徒自身がまず理解できるということと、教師側がですねどこにつまずいているというのが結構分かりやすいというようなメリットがあります。一応これ中級編にどうしてもなってしまうんですけど、ツールの切り替えを使って、行うという方法も実は考えておりました。ちょっと簡単にやってみると、これを分類分けをした後ですね、座標軸にして、テストに出やすい、出にくいっていうのを今度はここからさらに上下に分けるっていうような、形でいくと、より面白いかなというふうに考えていますが、ちょっとお時間がありますので、こちらで終わります。どうもすいません。時間がありませんでしたけど、ありがとうございました。最後に可能な範囲で構いませんので、こちらの感想をまたお送りいたしますので、提出箱へ投げてもらえればと思います。結構時間がありませんので、満足度でこう色のカード提出っていう形でも全然構いませんので、ぜひお願いいたします。